はい、皆さんおはようございます。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ今日は朝霧がやや朝の霧がやや深くてもやっていう、まあちょっと肌寒いんですけども心地よいという感じです。まあ今年の秋初めてパーカーを着てお話ししています。外出してますね。で今回お話ししようと思っている話題はまあ特に決めてはいないんですけれども、その良い恩師の見つけ方的な、まあその残念ながら中高に関してはそんな類の人間っていうのはまあほぼ絶滅してるのかなっていう気はしつつ、まあ望みをつなげるとしたならばその塾や学校の予備校の講師の類ではなくてですね、ましては有名講師のペラペラ喋るのが上手いやつではなくて、おそらくはもっと違うところにいるだろうと、あるいはその大、まあ、学部以降に進学するのでですね、専門家というよりは違う視点から見つけなくてはいけないのかなというお話をしたいと思います。で、簡単に自己紹介させていただきますと、私鈴木と申します。学部では金融工学という分野を専攻いたしまして、で最初金融行こうと思ったんですが、まあ今ちょっと話題になっている竹中平蔵と同じキャンパスで学んでたんですけども、当然彼は先生で僕は学生でしたけども、まあ、直接の面識はないですね。ただまあ嫌い で彼の、まあ、当然ながら彼の周りには金融あるいは彼自身がその属性を持っているわけですけど、その空気は大嫌いで、で合わんなと思って地元に戻って、文字通り日本を代表するようなリーダーを自分の手で育てたいと思って一人で学習指導を始めました。でその結果ですね、まあ、東大京大国立医芸大全部出しましたけど結構な数ですね。1年半前にプリンストンジョージアテックペンシルバニアを1名ずつ出して文字通りに日本代表を出したわけですね。まあ分からない方にご説明差し上げますと、プリンストンとペンシルバニアはアイビーリーグです。でアイビーリーグっていうのは世界最高峰の大学です。あと上はないです。まあ、強いて言うならばオックスフォードとケンブリッジあるいはフランスのエナルク、これぐらいかなと、なんていうのかな、同水準であるというライバルであると言い切れるような組織とか。で、あ、カバンの中、カバンにアリが入ってしまった。はい、大丈夫です。で、まあそこで仕事を休止して1年半前からですね、4つの仕事をしています。まあこの YouTube も収益化してないんですけど、一応仕事という位置づけで僕は習慣としてやっています。ただし1日1本上げるとかそんぐらいペースで始めたのは、このチャンネル自体開設したのは10年以上前からなんですけども、今年の春になってからですね、使い方をガラッと変えました。でもう一つ社会人向けのチャンネルもやっています。同じような趣旨です。で2つ目は AI のリサーチャー、3つ目は組織コンサルティングとコーチング、人材と組織の成長を育成、能力開発ということをやっています。で4つ目のところは小口の証券投資をやっていますと、こういう並びになっておりますね。で、今回お話をするのは、良い恩師の見つけ方っていうことなんですけども、その恩師に限らずですね、良い出会いに恵まれるにはっていう、そういう話になってくると思うんですよ。でそのいつまでたってもそのなんていうのかな、きっかけをつかめない人っていたりするじゃないですか。でそれは何なのかなっていうふうに思ったりはしないですかっていう話がまず一つあるんですけども、往々にしてですね、いわゆる優等生とか真面目な子であればあるほどその自分の世界に引きこもりがちなんですよ。まあわかるんですけどね、自閉していないと、自分の世界に集中していないとペーパーの勉強って進みませんからね。なのでそれやりがちなんですけど、別にそれが大事じゃないっていうことを言ってるわけではなくてですね、まあ僕は受験勉強は大事だとは全く言いませんから、ね、座学は大事って言ってるわけですから、そこを捉え違いないです。でやっぱりその自分自ら出会いを求めに行くっていうことが大事だと思うんですよ。そのナンパしろとかそういうことではないですよ女の子引っ掛けろとかそういうことじゃないですからね。自分が関心を持つようなテーマのそのイベントとか、あるいはその活動に精を出すとか、で、何かしらそこで、まあたくまあ、大内省内、それなりの規模の人が集まっている場所が通常であることは通常なわけですよね。そういうところでやっぱり自分に合う人もいれば合わない人もいて、でだんだんその、その意図を手繰り寄せていくというか、まあ特に自分と関心が似てるっていう場合は複数の場所で会ったりすることも多いですよね。特に自分と同世代の人間
だからそれが恩師っていうことになるとまたちょっと違ってきたりはするわけですけど、まあいろいろそのそういうまず場数を踏むっていうのは大事かなというふうに思うんですね。でほとんどの日本の学生しないと思います。だからもうこの時点で、まあお先真っ暗やなっていう話になっちゃうんですけども、要は自分からその今言ったようにいろんなエコシステムに首を突っ込んで、出会いを求めに行くと、まず一つね。だからそのただ楽しかったです、これも多いんですけども、これダメです。その経験、そういう場所に行って自分の関心のがあるものに合わせて何かをつかみに行く。で当初考えていたものをつかめたかどうかという検証が必要です。まあみんな人気があるけれども自分にとってはあまり良くなかったなっていうものもたくさんありますから。で大事なのは、じゃあ前後で何が変わったのかっていう反省をすることですよ、振り返り。でそのプロセスの中で自分の心、頭というより心に響くような言葉、まあ頭も大事なんですけど、頭がそこそこ言ってることを信用できることを言ってる前提でその心に響くような言葉を言う、その紡げる人間っていうのがまあ若干いると思うんですよね、上の世代に。でそういう人ととりあえずは接触を重ねるっていうのがまあ大事かなというふうに思います。肩書きはあんまり関係ねえかな。立派な肩書き持ってても人間としてどうしようもないやつもいれば、無名の人間でもすごくできた人なんかもいくらでもいますので、まあ、そこは関係ないかな。でも子供ってやっぱりまあ往々にしてですね、まあ、学生っていう括りでもいいんですけど、その肩書きに騙されてしまうんですよ、若い人たちっていうのはね。その国会議員をやってるとか、どっかの企業の社長だとか取締役とかですね、いやそんなもんそのただの肩書きになりそこにいるっていうだけで、まあ、最悪の場合そのただの社内争いとか社内政治とかですね、人を食い物にしてのし上がっていってるだけで、もう人間としてはもうゴミのレベルのやつなんかもう世の中腐るほどいますから。でそういうのに引っかかってですね、表面的になんか取り繕ってとか、まあね、なんだろうな、僕が見た感じだと安倍昭恵とか、あるいは蓮舫のなんかの集会とかイベントで、面識を得てつながってすごい喜んでるようなバカな子供がいましたけども、そういうことやりがちなんですよ。でもそれは中身を見てないですよね。その人となりをもう当たり前の視線から見て、そもそもこの人の常識的な感覚とか日常的な習慣をしっかり達したものを持ってるかなとか、朝ちゃんと会ったら挨拶をすると、自分の言葉でものを言えるとか、どっかで聞いたようなことを話してない、安易に話してないとか、ちゃんと考えて深く考えて言葉を選んで喋ってるのかとか、大体わかるじゃないですか、そんなの子供だとしても直感レベルで。そういう水準で見て、あこの人は大丈夫かなというふうに感じれた人ととりあえずは接点を持つ。まあもちろんご両親にもそういう話していいんですよ、ということがやっぱりまずは大事になるかなというふうに思います。子どもの考えるですね、思惑で、あるいはその目論見でですね、うまくやってやろうとか、まあこれ前も言いましたけども、その起業だったかなの映像で大事なことで、生き残るためにはっていう、そういう前提で全てを意識して、それが大事だと言いましたけども、うまくやろうとか妄想を思わないことです。大人をなめないことですね、その経験値っていうところで。どんな知能が高くても未熟なものは未熟ですから、そこで傲慢になるとまあ死にますよね。あるいはその自分が騙されているけどたまたまうまくいっているだけで、後で大怪我をする、その2倍3倍になって大怪我をするっていう確率の方がはるかに高いので、まあ、そこは気をつけていただければなというふうに思います。まあちょっと今日時間ないのでこの辺で終わりしとこうかなと思うんですけども、まあ最後になりますが、もしよろしければですね、チャンネル登録および、投稿への高評価サマップの方をお願いできれば幸いです。では皆さん良い一日をお過ごしください。バイバイ。